魔人学園は1988年に発表された菊池秀幸作の小説。元は中高生向け雑誌、俺にハイスクールハンターの代で連載されたものを過失解体している。日本が東と西に分かれて争っている架空の世界を物体にしており、本作以外でも菊池秀幸の作品には他にもいくつかの作品でこの構図が見られる。 菊池秀幸の作品としてはごく普通。ないしは大人しめと言える程度であるが、連載雑誌の購入者年齢層から言うとかなり性的描写が多い。しかし連載開始の段階で編集者とそれに関しての合意はあったようである。乱了校に続き、新地高校が西からの攻撃を受ける。セーラー服の老婆とマスクを被った巨漢に引きられた学生服の集団だった。 ところが襲撃を受けたにもかかわらず、後日、新地高校は敵を撃退したと返答した。関東一円を取り仕切る都立邸高校の護衛団は、新地高校の教師や生徒たちが姿だけそのまま何者かに寄りつかれたことを察知する。三角高校相番、倉間明哲は、西の襲撃を受けた高校のアイドル的な女生徒が狙われていることを踏まえ、ミス三角だが、 スザクマイギヌに声をつけさせた。不穏な情勢の中、転校生断鉄理が、三角高校に転入する。不可解な言動を怪しまれつつ団は、クラスメートのまいぎぬ、ひさらぎ、り一郎やヒューガあ子、もう一人の、転校生、ドモンすぎなどと親しくなっていく。しかし、クラマは、敵地、関西の南高校へ、単身乗り込んで断鉄理に関する、驚くべき事実を聞かされる。 登場人物たちが次々と倒れる中、団はすべての敵を倒し、平穏な3日間が訪れる。護衛団関東の各高校に組織されている生徒の武装集団、高校を支配している。格闘技、武器の扱いに精通し、魔術を極めている生徒もいる。相番、副番、外番、平番などの役職に分かれており、不明ながら規模は、 数百名に及ぶものと作中で描写される。関西にも同様の組織があるものの、護衛団とは呼ばないらしい。教師作中で断りなく登場する限り、ごく普通の教員だが一部の登場人物は、護衛団の生徒同様、魔術などに精通している。教師が生徒同士の構想に介入することは禁止されているものの実態としては、魔術を生徒に教えたり、 教師自身が協力することもある。ほとんどの場合、護衛団から支払われる金銭などの報酬が目当てで、あって生徒を守ろうという意識で協力しているわけではない。転校生強力な戦闘力か、卓越した技術力を持った生徒、金銭や宝石、女などの報酬と引き換えに依頼されて高校に転入する。転校生は力を求めて、 次々に学校を渡り歩くものであり、過去を詮索することはタブーとされている。いわゆるスケット、本人の戦闘力を頼りにされる傭兵や生徒に、魔術や何がしかの技術を指導する、軍事顧問のような役割を果たしており強さこそが、転校生の存在意義である。世界観高校生が、剣や武器を扱い、魔術を習得している以外に、巨大な動植物が生息している。 宇宙は目に見えない小さな物質が集まってできているとした素粒子物理学やエイズ、ギターの存在が一般的に知られていない。他にも現実の世界で一般常識として知られている物事が作中では通用しない。また東西に分かれた日本のみならず世界中の学校がそれぞれ争っているらしく、護衛団に守られていない平和な学校を知らない。 関東と関西の間は霧に包まれており、新幹線でしか移動できない。また3時間の時差がある。しかも新幹線は仮に脱線事故が起こっても次の新幹線は平然と走行し、救助隊も来ない。霧の中には怪物が生息しているらしい。東西で争っているものの西は取り積み角高の存在や、相番、クラマについて詳しいが、東は大阪。 南などの存在も、護衛団のメンバーですら知らない様子である。関東関西その他、ありがとうございます。